ダニエレ・ボネーラは、イタリア・ブレシア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。地元ブレシア・カルチョの下部組織で育ち、1999から2000シーズンにトップチームデビュー。チームが、セリエ昇格を果たした翌シーズンからは、主力として活躍し、2002年7月に、パルマ移籍した。 パルマでも1年目から32試合に出場するなど4シーズンにわたって主力としてプレーした。高齢化が著しいミランの DF ラインを担うべく2006年夏の遺跡市場でミランに入団した。当初はカフーの後任の右サイドバックとして期待されていたものの思うような結果は残せなかった。しかし怪我人が続出したセンターバックの穴を埋めたことで評価を高め、 バックアッパーとして定着。2007から08シーズン後半には右、サイドバックでの出場機会も増えた。さらに、質の高いクロスを供給し、チームに貢献した。2015年夏にミランとの契約を満了し、ラリーガのビジャレ RCF にフリーで加入。2019年7月9日、現役引退を発表。イタリア代表としては2001年9月5日。 20歳の時にモロッコ戦でフル代表デビューを飾る。また、年代別代表では2002年2004年に U-21 欧州選手権に出場し、2004年大会ではイタリアの5回目の優勝に貢献。同年に行われたアテネオリンピックでも銅メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。